岸和田雅です。足元の終わり中、本当にありがとうございます。この作品はちょうど1年前に撮って、短い期間で撮った中で、とても大変なロケだったんですけど、毎日ちょっとした奇跡が起こった現場だったんですけど、今日の初日にこうやって大勢の皆さんが来てくれて、まだ奇跡が残ってるんだなっていうのが本当に嬉しく思います。ありがとうございます。ちょっと続いてからの息切れがしてるのか、もうちょっと泣きそうでっていう、いや、想像してたのはちょっとこんなにいらっしゃる感じでは想像してなかったので、本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは片岡優さん、はい、ありがとうございます。本当にちょっと感動してます。今日来る途中に実はいつぶりの舞台挨拶かなと思ったらちょっと涙ぐんでしまって、で、私にとってはこの映画は本当に久しぶりにこう筋の通った役っていうんですかね、いただきまして、去年の夏はバスケットボールとトンボ玉作りに明け暮れたいちこでした。話したいことはいっぱいあるんですけど、まずはこの映画をいろんな人に伝えてほしいなっていうのが今一番の思いです。コーヒーの香りとともによろしくお願いします。片岡です。